皆さんこんばんは、工藤です。1月14日金曜日ですね。はい、夜の9時18分です。はい、お疲れ様です。はいね、まあ、金曜日ということで、まあ、仕事がね、まあ、今日で終わりというかね、1週間がまあ終わって、まあ、土日と、まあ、お休みの方がほとんどなんじゃないかなと思います。はい、私もね、今日も、ポッドキャストの収録があって、で明日明後日は、まあ、一応休みということにはなっていますね。はい、まあポッドキャストの収録があったので、その編集作業がちょっと残ってはいるんですけど、まあ、一応基本的にはお休みという形になりますので、まあ編集作業やったりとか、あとはまあアニメ見たりとかして過ごしそうかなとは思ってます。はい、で来週月曜日からはまた学校のお仕事がね、はい、再開しますので、またね、2022年入ってから初めての学校の仕事になるので、またちょっとは来週からは気合い入れて仕事に臨もうかなと思っております。はい、だからどっちかっていうと来週からがなんか私にとってはなんか 本番っていうか、なんかまたいつも通りの日常が始まるって感じだね。なんか学校の仕事が始まらないとね、なんかいまいち始まった気がしないんだけど、子供たちとね、ちょっと顔合わせもちょっと久々にしたいしなと思ったり、もちろんその一緒に働いてる同僚の方とかとも、なんかこう、あ、明けましておめでとうございますみたいなね、挨拶もしたいなと思ったり、久々にこうおしゃべりしたいなって思ったりしてるんで、まあ、結構楽しみでもあったりするんだけどね。なのでちょっと来週からは、まあクドラジの配信頻度がね、ちょっとどうなるかは分かんないですけど、まあ、いつも通りというか、ここ最近のように、まあ、朝夜2回配信がまあスタンダードになってくんじゃないかなとは思うんですけど、はい、まあそんな感じでぼちぼちやっていこうかなと思ってます。はい、でですね、今日のこの夜の配信で、ちょっと喋りたいのはですね、私がねお仕事で携わらせてもらってる、全国の民泊とかゲストハウスを紹介するヤドカルラジオ、まあ、通称ヤドラジっていうふうに呼ぶんですけど、そのヤドラジの番組に関するお話って言えばいいのかな。まあ、詳しいことはね、ちょっとまだそのヤドラジの方で、まあ、配信されてない分のこともあるので、あんまり詳しくは言えないんだけど、どう伝えればいいのかな、まあ、簡単に言うと、もう私ね、ヤドラジやってるんだけど、パーソナリティね、ヤドラジのパーソナリティは私だけではなくて、私と一緒にその番組を盛り上げてくれる、まあ、相方と言っていいのかな、相棒と言っていいのか分かんないけど、はい、もう一人パーソナリティの方がいてですね、でその方と、私で基本的にはまあやっていく形になっています。はい、でたまにそのまあ民泊とかゲストハウスを紹介していく番組なので、そのゲストハウスや民泊のまあオーナーさんだったり、あとは何だろうね、オーナーさん何だろう、おかみさんとか、まあ、そういったまあ代表の方をこうお招きして、ゲストとしてね、お招きして3人でやったりっていう形でね、こう普段からこうやっているんですけど、今日っていうか、結構ね、その皆さんに配信している部分の裏側というか、あのオフレコっていうのかな、配信されていない部分で結構そのパーソナリティ同士でね、あのいろいろおしゃべりしたり、まあどうでもいいこと食べったりしてるんですけど、今日の、まあ、収録でですね、
その私がやってるこのクドラジのことをことが、その相方のパーソナリティの方に、まあ、バレたという言い方をするとちょっとあれなんだけど、まあ、バラしたというか、まあ、ついに明らかになってしまったというか、はい、になりまして、別に隠してたつもりもないし、うん、別にあの聞かないでほしいっていうわけでもないから別にいいんだけど、まあ、ついに、まあ、バレてしまったという感じになりまして、で多分ね今この配信も下手したら聞かれてるんじゃないかなと思うんですけど、だからあんまり下手なこと言えねえなと思って、ちょっと今日の配信ちょっと緊張してるんだけどね、はい、なのであのもしあの聞いてたらあのどうもって感じで、はい、まあそんな感じでね、今日のあのクドラジは多分もしかしたら聞かれてるかもしれないんだけど、はい、でね結構ね、まあ、パーソナリティ同士でなんだろうね、まあどうでもいい話から、まあ仕事の話からいろいろ喋るんだけど、結構まあ、収録ももちろん楽しいんだけど、それ以外の部分も結構楽しませてやらせてもらってますよ。うん、で今日なんかはまあそのね、このクドラジやってることは多分もうちょっと前からやってたのかな、あでもないか、ほんとここ最近かね、個人でクドラジっていうポッドキャストもやってるんだよっていう話もして、でそんなことやってるんですかみたいな感じになって、でいや教えてくださいよみたいな、聞きますみたいな感じで言われて、いやもうこれは教えるしかねえなと思って、で教えてって感じなんだけど、でうん、なんかね、まあいろいろお話しして、難しいなこれななかなか難しいんだけど、どう伝えていいか分かんないんだけどね、あんまりはっきり言えないからまだちょっとね、うん、なんだけど、まあいろいろ配信頑張ってるんですねとか褒めてもらったりとか、あなんだっけな、あ声かっこいいですねみたいな感じで褒めてもらったりとかね、なかなかちょっと照れたりしながらはい、まあやっていました、今日はね、うん、はい、まあ詳しいことというか、そのね実際どんな話してるのかみたいなところは、まあ配信してる部分もあれば、当然配信はしてない部分もあったりするので、全部は当然皆さんに聞かせることはできないんですけど、まあヤドラジの方をね実際に聞いてもらえれば、あ工藤ってなんか別の番組だとこんな感じで喋るんだとか、まあ、普段私ねこの番組クドラジでは一人喋りがメインでやってますけど、あ人と喋るときこんな風に喋るんだとかね、分かってもらえるかなとも思いますので、もちろんその民泊とかゲストハウスに興味がある人に聞いてもらいたいっていうのはまああるんですけど、まあなんだろうね、まあ、きっかけは何でもいいと思うんだけど、うん、ポッドキャストが好きでたまたま見つけたから聞いてみたでもいいし、あとはなんだろうね、まあさっき言ったように 全国の民泊とかゲストハウスのことについて知りたいっていう人が聞いてくれてもいいし、まあ、単純に暇だから聞いてあげようみたいな人でもいいし、あとはもうその工藤がね他の番組でどんな感じなのかみたいな、こいつ他の番組だと全然違うなみたいなふうに思ってくれてもいいんだけど、本当にきっかけは何でもいいので、ぜひねこのクドラジをもし聞いてくれてる方がいたら、ヤドラジの方もねぜひ聞いてもらいたいなと思います。はい、ね結構そのまあ、まだ始まってヤドラジ自体は、去年の12月くらいから始まったばっかりなんで、まだまだなんだろう、改善すべき点だったりとか、まあ、パーソナリティとしてもねまだまだ未熟というか、まあ、いろいろもっと直さなきゃいけないなっていう部分とかもねあったりするんで、まあ、まだまだこれから頑張っていかないかなって思ったりはしてるんですけど、はい、まあ、徐々にこうなんかもっとみんなに聞いてもらえるようにはどうしたらいいのかなとか考えたりして、こう改善を加えて面白くしていってるつもりなんでね、ぜひ聞いてみて
感想とかもねもらえたらめちゃくちゃ嬉しいなと思います。はい、まあ、くだらじ自体もお便りほとんど来ないんで あれなんだけど、まあ、やだらじの方もぜひお便り、くだらじの方もぜひお便り送っていただけると、まあ、嬉しいかなと思います。はい、まあそんな感じかな。なので、まあ、ちょっと今日の夜の配信は私が仕事で携わらせてもらってる、まあ、よだらじの、まあ、宣伝もっていうのかな、まあ、宣伝も兼ねて、うん、別にお金もらってるわけではないんだけど、あ、お金もらってるわけではないっていうか、その、どう言えばいいのかな、宣伝自体には別にお金をもらってるわけではないので、はい、気軽に聞いてくれたらいいかなと思います。はい、というわけで、まあ、今日の夜の配信はそんな感じかな。はい、はい、まあ、一応最後に言っておくと、まあ、ちょっとねまだヤドラジの方で配信されてない部分がさっきも言ってるようにあるので、もうちょっと待っていただければ、なんか私が言いたいことっていうか分かるのかなと思うんですけど、はい、まあ配信頻度的にはどんぐらいでやってんだっけな、週4とかくらいかな。ちょっと年末年始が挟まってるからね、ちょっと間空いたりはしてるんだけど、はい、今年もクドラジもそうだけどヤドラジもどんどん配信していくつもりなんで、はい、よければ、まあ、チェックして聞いてみてほしいなと思います。はいというわけで、今日の夜の配信は以上となります。また明日の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。